したの？クラスの子が体調崩しちゃったから連れてきたの。言ってなかった？私、保健体育委員なんだ。そうみたい。昨日遅くまで勉強して朝何も食べなかったんだって。今奥で先生が様子を見てる。遅くまで勉強して朝食べないなんて私と正反対よね。あ、膝すりむいてる。座って、消毒してあげる。ダメよ、消毒しなきゃ。バイ菌が入ったら大変でしょ。そうそう、こういうことは保健委員に任せて。我慢しなきゃ、もう子供じゃないんだから。動いたらやりにくいでしょ。大げさなんだから。